すいません、ちょっと寝ちゃったんで静かにやろうと思います。すいません。ですね、12月26日に行われます赤堀尾選手の、試合がね、正式に決定しましたね。うん、相手が、中村優斗選手という選手ですね。うん、この選手は、日本スーパーフライ級ユースチャンピオンで、2016年度には、中日本のバンタム級新人王を、取った選手です。で、23歳という若い選手ですね。まあ40戦目というね、記念すべき試合ではありますけどね。やっぱりこう対戦相手がなかなか決まらないっていうのもありますし、でコロナの状況なんでね、まあ試合決めてもらったということだけでもね、大変ありがたいことなのかなと思いますね。やっぱりね、こうコロナの状況でね、試合ができないってなるのがやっぱ選手のモチベーションにやっぱ大きな影響を与えると思うんでね。ここで中村選手とやれたというのはね、非常にありがたいことなのかなと、思います。でまあ勝敗としてはね、もう普通に赤穂さんが勝つと思いますね。でむしろその赤穂さんが負ける理由っていうのが逆に思い浮かばないですけど、といったことで、でこの試合は、8回戦で行われるということですね。まあ非常に楽しみですね。でメインがその伊藤選手と、道野選手、こちらはねもうボクシングファン必見のカードですね。まあ伊藤選手がおっしゃってたこととしてはね、あの国内のライト級を、制圧して海外に行きたいっていう考えらしいですね。っていうのも、今回のこの三城選手と試合をして勝って、で次に、吉野選手に勝って国内でライト級の最強を証明してから、世界に行くっていうのでもう遅くないと、いった考えらしいですね。で自分も、やっぱそれが筋というかね、みんながこう黙る、やり方なのかなと、ふうに思いましたね。でもね、石井会長もおっしゃってましたけどね、世界取った選手でね、トップランクとも契約されててね、でってなるとやっぱねこう、それでね普通だったらこうなんて言うんだろう、俺すごいぜ的なことを思ってもいいとは思うんですけど、そういうの全くいいとこ選手ね、こう出さずに、謙虚にそうやってね考えてやってるっていうのがやっぱ強いですよね。そういう気持ちの面でもね、すごいなと。すいません、ちょっとなんかちっちゃい感じになっちゃって、ということでね、26日のね A サインの興行はもう本当に伊藤選手を筆頭にね、赤穂選手とか、この間のね、山口選手とか面白いカードが盛りだくさんなので楽しみですね。以上です。